あんたの庭、最近豊作じゃん。もう、豊作どころの騒ぎではない。6000オール。嘘！もう勘弁して！うわぁ、マジ強ぇ、こいつ。つうか、性格悪ぅ。くっそ、七並べなら誰にも負けねえのに。七並べ？流行ってんだよ、今。マイバンドブーム。ツアーの合間に夜な夜な七並べ。元はといえば、直樹がトランプなんか持ってくんのが悪いんだよな。修学旅行じゃねえっつうの。七並べ？トラネスのメンバーが夜な夜な？七並べがすごくかっこいいゲームに思えてきた。しかも誰にも負けないって待ってるしれん。面白いの？七並べって。え、知らねえの？どういう人生歩くと七並べを避けて通れるんだ。俺もその辺すっげえ聞きたいんだけど、シン。私も聞きたいよ。教えてよ、七並べ。もう麻雀飽きたし。冗談じゃねえ。こっちはうんざりなんだよ、七並べなんか。ねえしんちゃん、どういう人生歩くとそんなすんなりその場に溶け込めるの？すでにタメ口聞いてるし、本物だわ。しん、飽きたんなら変わるよ。な、じゃあ俺変わる。便所どこ？あそこ。匠でも便所とかに行くのね。てっぺたのことに驚いてみたりして。ダメだ、どうかしてる。しかし、メンも匠も思ってたのと偉いイメージが違うな。トラネスはめったにテレビとか出ないし、曲や顔の感じからして二人とももっとクールなのかと思ってたんだけど、特に匠はリーダーだし、インタビューとかだとすごい真面目でしっかりしたこと言うし、なんていうかこう落ち着いた大人の男に違いないと勝手にキャラ作ってたんだけど、かなり気さくな兄ちゃんっていうか。うまいね、このトマト。どこで買ったの？純ちゃん家の友達の実家で採れたのを分けてもらったんです。いいな。トマトって、匠がトマト。よろしかったら持って帰られますか？いっぱいもらったし。うん、と言いたいところだけど、いいや。あさってからまた全国アンギャの旅だし。あ、そっか、ツアー。ライブすごい良かったです。応援してるので、これからも頑張ってください。かっこいい。やっぱり生はめちゃめちゃかっこいい。どうしよう、もうダメ、体が悲しむ。やっさんかな。やっと来たか、おっさん。ハチ公、出て。俺が出る。ヤス、久しぶり。元気？タクミ、なんでお前がいるんだ？同級生？なあ、中学が同じだよ。つっても、
別に仲良くなかったし、つうか仲良くしたくもなかったし。何？私も知らなかったんだけど。だってお前、それ人としてどうよってくらい無茶してたよな。よく燃焼クリにならなかったね。君と違ってデリケートだから、傷だらけの青春だったんだよ。で、高校は別々だったんだけど、それぞれバンド始めて対バンとかで顔合わすようになって、親しくなったのはそれからかな。狭い街だからね、ライブどころかスタジオとかでも普通に会っちゃうし。俺さ、その頃よくライブハウス通ってたんだけど、やっぱトラネスは印象に残ってたよ。すげえ歌のうまい女がいるって。歌だけ？いえ、もちろん演奏も。気をつけろよノブ、匠は凶暴だぞ。ノブさん、レイラのファンなんだよね。あ、そうなの？じゃあレイラも呼ぶ？え？電話してみるよ。いやでも俺緊張するし。つうかあいつ麻雀できねえじゃん。つうか呼ぶな。できなくていいよ、会いたいな、レイラに。私も。ああ、でもヤスは呼んでいい？レイラ。俺はいいけど、あっちはどうかね。じゃあヤスがいることは黙っとこ。こら、ちょっと待て、何今のやりとり。ヤスさんとレイラ、なんか訳ありなの？いや、なんでもない、気にすんな。知らないの？知らない。何？ダメだ、出ないや。残念だね、ヤス。うまいね、このトマト。話そらすな！いいじゃん、昔のことだし。付き合ってたんだよな、レイラと。信じらんねえ。ヤスさんもレイもなんでそう二人して隠し事多いかな。また俺だけ仲間外れかよ。別にそんなつもりは、いちいち言わねえだけで。言えよ。だって付き合ってたのはレンと前のバンドやってた頃の話だし、お前らと知り合う前には終わってたんだ。わざわざ話すことでもねえだろ。ひどい目に遭わされてたもんな、レイラには。話したかねえよな。なんだよ、ひどい目って。脚色すんな。だって散々振り回されてたじゃん。いや、あいつのあれは天然だから。そうだけど、レイラって天然で男を振り回すタイプなの？まあね。でもレイラは当時高校生で、そりゃもう可愛くって、俺も狙ってたのにヤスに食われ悔しかったね。どのくらい付き合ってたの？いいじゃねえか、もうちょっとの間だよ。でも1年くらいは続いてたよな。そんなに？いや、2年くらい。ちょっとじゃねえじゃん。なんで別れたの？自分の弁護は苦手なんだ。もう勘弁してくれ。なんでこんなに気分が沈んでいくんだろう。レンがナナの元彼だって知った時はあんなに興奮したのに。ヤスとレイラのことはすごいショックだ。いくら昔のこととはいえ、あんな綺麗で才能ある子が彼女だったなんて、そりゃ私なんか番中になくて当然だよ。比較にもならないよ。世界が違うもん。ヤスが急に遠い人に思えてきたよ。でももともとここにいるみんな凡人の私からすると違う世界の人たちなんだけど、私はナナの同居人だから仲良くしてもらえてるだけだもん。ハチの番だよ。どうしたの、ぼっとして。ああ、ごめん。やる気出ないよね、トランプなんて。子供の遊びだよ。お前がやりたいって言ったんだろ。ハチ子、ビール買い置きなかったっけ？全部冷蔵庫入れといたけど、もうないの？ワインもないよ。お前それ一人で開けたの？しょうがねえな。ノブ、てめえ買ってこい。ビールとワインと日本酒と焼酎。なんで俺？飲んでねえのに。他に誰が行くんだよ。タバコも買ってきてね。くー、くそ、やっぱ飲もっかな。待ってノブ、私も行く。一人じゃ持ちきれないでしょ。しかしびっくりさせてくれるよな、ヤスさんは。もう俺マジショック。そっか、ノブもレイラのこと好きなんだね。ほんと綺麗だもんね、レイラ。え、いや違うって。ショックなのは内緒にされてたこと。確かにレイラは歌うまいし綺麗だと思うけど、別にそこまで不安なわけじゃ。つうか俺にとっちゃ所詮芸能人だし。そうなの？でもブラストがプロデビューしたらノブだって芸能人だよ。呼び軍じゃん。え？えって、
何それ、夢なんでしょプロデビュー。そうだけど、なんか芸能人って言われるとピンとこねえや。ギターの腕が認められてそれで飯が食えたらいいなとは思うけど。そっか、ノブは純粋にギター弾くのが好きなんだね。有名人になりたいからやってるわけじゃないか。なんかかっこいいな、そういうの。やっぱミーハーな私とは発想が違うよ。いや、でも結果として有名人になれたらそれはもう大歓迎なんだけど。大歓迎。それにさ、ブラストの一員として考えると絶対成り上がってやるみたいな闘志も湧いてくるんだよね。ナナはレンと元さやに戻ってから前以上にレンに追いつきたいって気持ちが強くなってるみたいだし、シンがレンに憧れてベース始めたみたいに、俺にとってもレンは昔から目標だったし、あんだけ堅くなにプロにならないっつってたヤスさんまで参戦してくれたんだから、もうやるしかないって感じじゃん。打倒トラネス。でもあれだね、レイラとヤスまで恋人同士だったってことになると、トラネスとブラストはますます因縁試合見えてきたね。因縁試合？でもそうかも。こっちはまだ土俵にさえ上がってないんだけど。なんで別れたんだろう。これは俺の憶測だけど、レイラがプロ目指してトラネスのメンバーと上京しちまったからじゃないかな。当時はヤさんは地元で弁護士になるために勉強中で、バンドは遊びでやりゃいいじゃんってタイプだったし、考えの違いっつうか未来が繋がらない感じじゃん。でもさ、ヤスとレイラの別れた原因がノブの憶測通りだったとすると、今再会したら元さやに戻るかもしれないね、ナナとレンみたいに。いや、それはどうかな。俺はナナとレンみたいなのは特殊だと思うんだけど。特殊って？特殊っつうか特別？2年も音信不通で離れてた相手をお互いずっと変わらず思い続けるって普通はできないよ。人の気持ちなんて流されて変わるのが自然だし、だいたいそこまで強く惹かれ合う相手に出会えること自体稀じゃないかな。運命の相手ってこと？好きだよそういう話。だろ？実は俺も割と好きなの、ロマンチストだから。ノブってロマンチストなの？ねえ、笑うとこなの？そこは。私もいつか出会えるといいな、そういう相手に。でも俺は手近な幸せでいいや。コンビニのアキちゃんとか。え、誰？コンビニのアキちゃんって今レジ言ってた子？手近な感じのする架空キャラ、タバコ屋のミオちゃんとか。つまりバーチャルアキちゃんにミオちゃんね。私と同じ空想癖だわ。なんかノブと二人きりでこんないろいろ話したのって初めてだけど、かなりノリが合うっていうか気が合うかも。あ、ダメじゃんノブ、お酒やめたんじゃなかったの？飲むとろくなことないでしょ。でも別に飲まなくてもろくなことないし、親には感動されるし、パシリには使われるし、麻雀弱いし、チビだし。沈んだ気分が晴れていく。ノブみたいな人が彼氏だったらきっと毎日楽しいだろうな。しかし、ヤスが無理っぽいからってノブ？それどうよ。つくづく気が多い女だな、私。でも誰でもいいってわけじゃないのよ。純ちゃんの言う通り、周りが豊作すぎるんだよ。とりあえず聞いとこ。ねえ、ノブは彼女とかいないの？いないよ。手近キャラ募集中。応募してみようかな。うん、なんか携帯に呼び出しがかかって休養だって。女かな？女だろ、あいつのことだし。せっそうねえからな。あんた人のこと言えんの？そんな、なんで私が戻るまで引き止めてくれなかったのよ、ナナのバカ。匠のことは諦めろ、ハチコ。どうやらスケコマシらしいぞ。そんなことはどうでもいいの。それでもいいのね、じゃあ好きにしろ。そうじゃなくて、別れ際にサインもらおうと思ってたのに。そういうレベルの話かよ。泣くな、ハチコ。サインなら俺が匠にもらっといてやるから。ハチコ？ハチってあだ名がすごく可愛く思えてきた。サインください。懐かれちゃったよ。誰でもいいのかよ。いろいろ浮き沈みはあったけど、スペシャルな一日だったな。匠さんがいなくなってやっといつものハチらしくなったね。緊張してたんだね。キャッ、
私も。嘘つけ。その日匠とまともに交わした会話はというと、純ちゃんちのトマトの話題だけ。それでもお腹いっぱい幸せだった。なのにどうして人の欲望はこうもキリがないのでしょうか。誰だろう、しつこいな。もう少し寝かせて。だって気持ちいい。なんかした？しないよ。ハチお金くれないもん。しんちゃん、それは買収よ。どうしよう。本当にお金のために女と寝てるんだ、あの子。知ってはいたけど、なんていうか、年頃の男の子だし、あれだけ美形ならモテて当然だし、盛りがついてるだけなのかって気もしてたのに。金もらわなきゃやる気しねえみたいなあの言い草は。このままほっといて本当にいいのかな。あれ、ノブしかいない。ヤスは帰ったのかな。なんか片付いてるし、ヤスかな。やっぱいいな、ヤスさん。ナナとレンは？あ、電話。ああ、もしもし、ナナちゃん。よかった、何度かけても出ないから心配したよ。かなり飲んでたから自力じゃ起きられないだろうと思って朝からかけてたんだけど、ちゃんと起きられた？うん、ありがとう。今起きた。ん？まあでも出版社だし、午後出勤でも大丈夫か。なあ、風邪か、大丈夫？そんな時に無理して来なくていいのに。っていうか、もう来なくていいから。坂上さん、編集長が私クビだって。当然よ。そんな、坂上さんはきついこと言っても最後には私の味方になってくれる人かと思ってたのに。あなた世の中舐めてるでしょ。少しは自分の甘さを思い知った。さようなら。喉が渇いたら120円でコーヒーは飲める。だけど私は可愛いカフェでお茶をするのが好き。おしゃれな部屋に住みたい。流行りの服が着たい。話題の映画が見たい。最新の携帯に変えたい。車の免許が取りたい。海外旅行に行きたい。だから仕事を探さなきゃ。頑張って働かなきゃ。そのためだと思えば楽しいじゃない。まだ足りないの？どれだけたくさん欲しいものを思い浮かべても、ここから立ち上がる気力さえ湧いてこない。たった一つでいいのに、夢中で走り出せるものが私にもあればいいのに。はい。ナナちゃん。俺、タクミ。今ちょっと話してて大丈夫？はい。昨日ごめんね、いろいろごちそうになったのに挨拶なしで帰っちゃって。ちゃんとお礼言わなきゃと思ってレンに番号を教えてもらったんだ。いえ、こちらこそ大したお構いもできませんで。ナナちゃん料理上手だね。美味しかったよ、ありがとう。あ、まだ仕事中？ごめんね、忙しいとこ邪魔して。いえ大丈夫です、暇でブラブラしてただけなんで。ブラブラ？今どこ？表参道。え、マジ？俺も今表参道。渋滞にはまっちゃって。嘘、どの辺？原宿方向に向かって走ってんだけど、つうか止まってんだけど。原宿方向？反対車線だ。混んでて全然動かねえの。今グッチの前あたりに。どんな車？黒のゲレンデバーゲン。え、ゲレン、わかんない、どんなやつ？ベンツの四駆、でかいから目立つと思うんだけど。わかった、あれだ。おいで。それは
20歳の夏の始まり。脇道抜けてどっか行こうよ。お腹空いてる？空っぽの私は証拠りもなく、恋をすることでしか自分を満たせずにいた。遅えな、ハチ公のやつ。先食うか。遠慮してんじゃないの。お前が邪魔するなとか張り紙するから。さすが中堅ハチ公は気が利くわね、そこの野良犬たちと違って。そうね。いつまでいる気かしら。あの頃の私には、ナナを取り巻く世界の全てがみんな眩しく輝いて見えた。誰でもよかったわけじゃないの。同じ光の中にいたかったの。 I reached into the sky 思いは届かなくて、小さな空に消えた色とりどりの偶然。 I'm alone 行き先のない私の手をそっとつないでくれた。こんばんは、ナナナビゲーターの鈴江ナナです。さあ皆さん、お待たせしました。ナナ DVD 第2弾がついに今日発売になりました。そして初回版の特典にこちらのブラックストーンズオリジナルステッカーがついてきます。ナナフリークには見逃せない一品ですよね。それではまた来週お会いしましょう。グラヌール美容専門学校の提供でお送りしました。